っていました。はい、一番初めに出てきたのはリキですね。まだ子供ですので、目の周り、口の周りがピンク色をしているのがわかります。はい、次出てきたのがそのお母さんで、キッキーと言います。お母さんのですね、胸のあたりよく見ていただきたいんですが、赤ちゃんがひっついているのわかると思います。これは6月29日に生まれたオスのオランウータンで、皆さんの投票によりロキという、北欧のいたずら好きの神様の名前がつきました。はい、後ろからですね、背中に問われて出てきたのが母親代わりのジュリーとケリアです。血縁関係は全くないんですが、ジュリーは子育てを張って出てくれています。はい、キキがですね、はい、一番は多分好きなものから食べると思います。はい、スイカでした。ちょっとですね、7月はまだスイカが高くてですね、スイカでは買えなかったので、こういうイベントでスイカをということで、またスイカを買わせていただきました。はい、トウモロコシもですね、週に1回しか入らない特別スペシャルメニューですので、トウモロコシも、はい、今ですね、飲んでいるのはふわふわしているので、炭酸水と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、実は乳酸菌を入れたリンゴジュースです。はい、ですね、今リキが食べているのはブドウジュースのゼリーを作ってみました。ちょっと凍らせているので、くっついてるようですね。セリアがお客さんの前に行ってですね、スイカを見せびらかして食べています。あと渾身の作の宇宙人みたいなお人形もいますので、紫キャベツを使ったですね、妖怪ですかね、妖怪が作ってあります。うん、はい、ジュリーがですね、ゼリーを飲み干しているようです。実はですね、あのゼリーはただの水ゼリーなので、あんまり美味しくないです。はい、リキがジュースを、リンゴジュースを飲んでます。リキはやっぱりトウモロコシですね、トウモロコシ週に1回しか食べられないので、それもですね、みんなで分けて1本の食事しか食べられませんので、そんな1本食べることはほぼないですね。ずっと見てですね、選んで食べたのが分かったかと思います。人と同じように色も見えますので、好きなものを選んで食べることをします。はい、ジュリーが今上に登りました。はい、ジュリーはですね、現在、53歳のオランウータンで、オランウータンの寿命が50年から60年と言われていますので、高齢のオランウータンになります。はい、いるだけの力でブラキエイちゃんを取ることができた。氷、実はですね、だいぶ溶けてしまった。多分お水になってると思います。でもなかったみたいな、今ジュリーの足がよく見えます。足を見ていただきたいんですが、人とは違う位置に親指がついているのがわかると思います。
オランウータンはですね、木の上で暮らす動物ですので、足も手のような形をしています。覗いてますね、中に何か入ってるのかなと思っているようですね。残念なことに妖怪が落とされてしまいました。氷、緑色のものが入った氷が袋の中に入っています。あれにあんまり、ただ赤ちゃんはですね、生まれて1ヶ月ですので食べることはできません。お母さんのお乳が主な栄養源になります。食べ物が最優先。もうですね、ユリとテリアはもう本当の母親と子供みたいに見えますが、実は2015年のクリスマスの日にですね、ユーラシア動物園からテリアとその母親のバレンタインが多摩動物公園に来てですね、テリアはユリが母親代わりになって育てています。メスはですね、特に子育ての経験や、それからですね、子育てをしている他のオランウータンを見ることによって子育てを覚えます。ですので、テリアにはぜひですね、将来自分で子育てができるようにということで、代理母にビルになってもらって、現在はオランウータンとして暮らしています。人でもですね、6歳から7歳ぐらいで